はい。えっ、ー、と、このビデオは、えっ、ー、と、Google Classroom の、えー、アサインメントの、えー、ビデオの、えー、4本目のビデオになります。で、えー、特にこのビデオでは、えー、このルーブリックですね。ルーブリックという評価の方法について、えー、説明したいと思います。えっ、ー、と、あ、まずルーブリックって皆さんご存知ですかね。 えっと、まあ、この実際の例を見ながらご紹介するので、ルーブリックについて知らない人にも分かりやすいと思います。えー、ここではこのルーブリックについては、えー、クライテリアが5つあって、全部で18点あるということが分かりますね。はい。それでは実際にこのルーブリックの中身を開いてみましょう。はい。中身を開いてみるとこんな風になっています。えー、一番上に18点と書いてありますね。18点の中の5点は、 締め切りに間に合ったか、間に合わなかったか、ということですね。で、そして3点は、お店の名前が書いてあるかどうか。お店の名前が書いてあれば、えー、3点。ちょっとこれよく見えないので、編集画面に行くと、こういう、これも全部見えるようになります。ちょっと編集画面に行ってみましょう。はい、編集画面だと、この辺全部見えるんですね。はい、で、えっ、ー、と、 今、2番目のクライテリアのところですね。お店の名前、ちょっとこれ邪魔。はい。これ邪魔なので、こっち。はい。えっ、ー、と、お店の名前が日本語で書いてあれば3点。書いてあるけど日本語ではなかったら2点。あの、お店の名前がわからない、あるいは書いてない、そういう場合は1点しかもらえないということになっています。この18点のうちの3点がお店の名前なわけですね。 はい、えー。そして、えー、おすすめのメニューっていうところもありましたね。この記事を書くときに。はい。で、えー、このおすすめのメニューは5点あります。18点のうちの5点ですね。で、一番いいのはメニューの名前も明確で、えー、食べたくなる気持ちになる。これだと5点、えー。メニュー、次3点ですけど、メニューの名前がわかるが、おすすめの,すすめの理由がわからない。これは3点。 えっと、このおすすめのメニューのところに何かが書いてある。何かが書いてあるけど、メニューの名前がわからない。そしたら2点、えー。そして何も書いてなくても1点はもらえると。えー、そういうわけです。えー、それから、いやこれ4番目でしたかね。4番目は写真です。まあこれは日本語の評価ですから、写真はあるかどうか。あれば2点だし、なければ1点。それだけですね。はい。で、最後が、えー、写真を すみません。記事ですね。記事を書いた人の名前。記事の書いた、記事を書いた人の名前が日本語。まあ、インド人の名前だったら普通はカタカナですよね。えー、カタカナが、あのー、まあそういう日本語で書いてあれば3点。名前が書いてあるけど日本語ではなかったら2点。えー、名前が書いてなかったら1点。こういうふうになっています。えー、これで全部で、これ3点でしょ。えー、そして2点。 5点、3点、この5点、これを全部合わせると、18点になります。こうやって、あの、えっ、ー、と、評価をする、えー、わけですね。はい。この評価も、あの、えっ、ー、と、もう一つ、あの、まだですね、今5つ、その、えー、クリテリアがありましたけど、もっと6つ目を入れたかったら、ここに入れることができますね。これを押すと、 えー、さらに多くの評価基準を入れることができます。それからここでは、えー、1、2、3って全部で3つの、えー、レベルがありますけど、これもですね、ここにこのボタンを押したりすると、えー、もっと増やすことができます。例えば4点を入れたかったら、ここに、えー、ア a ド e レベルというふうにすればいいわけですね。はい。はい。ではこれでルーブリックに関するビデオはおしまいです。えー、今回の、えー、Google Classroom のアサインメントに関する え、ビデオは全部で4本ですので、え、これでおしまいになります。ご視聴ありがとうございました。そして冒険は続きます。